こんばんは、速稼塾の久保です。儲かる方法を売っている人っていますよね。で、こういうふうに言う人もいるんですよ。いや、その方法がね、本当に儲かるんだったら、なんでわざわざ見ず知らずの人に売ろうとしてるんですか。儲かる方法があるんだったら、人になんて話さずに自分で勝手に一人で儲ければいいんじゃないの。これね、一見正しいように聞こえるんですけども、私に言わせればとんでもない身勝手な発想だと思うんですよ。儲かる方法があったらどうするかってことなんですけども、それをね、人に売ることによって、これ儲かるから買ってよって言って、人をだまくらかしてお金をもらっちゃう、で、同じようにやったらあなたも儲かるよみたいなことを言ってね、その儲かる方法を売る連鎖ってもので儲ける人っていうのは、これはね、使い方を間違えたら本当にネズミ講みたいな詐欺みたいになっちゃいますんで、ここはちょっと慎重にいかないといけないと思いますけども、私の考えではね、自分さえ良ければいいっていう人は、人に何も言わずに、何の情報も伝えずに、一人でコツ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 稼ぐんですよ。これね、自分さえ良ければいい人の考えだと私は思います。で、ここでね、皆さんも素直な心で考えてほしいんですけども、うわ、これとってもいい情報じゃん、これとってもいい儲かる方法だよねって言ったら、自分の大切な人に教えたくなりませんか。損得抜きで、で、一生懸命その人が儲かるように手を貸したくなると思うんですよ。いや、これそんなに特別な考えじゃないと思うんですよね。なのに、儲かる情報を人に伝えたりとか、それをいくらいくらで売ってる人っていうのは、なんかね、悪人に見えるんですけども、じゃあ逆にですね、人に教えることって、いわゆる人のために働いて時間を使ってるわけですよ。労力とか知恵使ってるわけですよ。じゃあこれをね、情報商売じゃなくて他の商売も置き換えた時に、誰かのために時間や労力や知恵を使って一生懸命働いてるのに、誰かのためにやってるのに、ノーギャラでやれって言われたらどうですかね。やらない人って結構いっぱいいると思うんですよ。ということなんですよね。だから、情報商材を有料で売ってる人、高額で売ってる人、無料で売ってる人、様々いますけども、あとはいろんな人が売ってるから、お客さんがね、誰から買うか選べばいいと思うんですよ。見ず知らずのただのものもいいでしょう。ものすごく信頼してる人の高額なものもいいでしょう。これ自由なんですよ。で、情報販売者とか、いわゆる詐欺師とかね、詐欺じゃなくてもきちんと情報商材を高額で売ってる人、結局は買う人がいなければその人商売やめてるんですよ。買う人がいるってことは、その人を信頼して、その人に助けられてる人、その人にお金を払っても関係を作りたい人とかね、教えてもらいたい人がいるから釣り合ってるんですよね。それ以外いないと思うんですよ。ですので、逆に言うとね、すごくいい情報を無料でしか出せない人っていうのは、結局ね、この人は付加価値力がないんですよ。そうなんですよ。今の世の中ね、どんな情報も探せばありますよ。例えばね、なんとか塾っていうのを買って、こんな塾の内容無料でどこでも落ちてるよっていう人いるんですけども、じゃあ無料でどこでも落ちてるんだったら、塾を買う前にその無料でどこでも落ちてるものを集めて勝手にうまくいけばいいんですよ。で、それが見つけられなかったから買ってるわけでしょ。で、今回の動画の結論ですけども、じゃあ無料の情報をね、そんなのね、利ざやをつけて無料の情報を集めただけで高額にするところに何なんだと、ぼったくりじゃないかっていう人もいます。ちょっと考えが浅いです、この人は。無料の情報を集めて30万で売れるってことは、その売ってる人の付加価値なんですよ。ですんで、いわゆる、しょうもない人が無料のものを集めても無料にしかならないんですよ。でも、無料のものを集めて私のサポートがつきますと、そして私の伝え方は伝わりやすいでしょと、心に響くでしょと、やる気出るでしょっていう付加価値がついてるから、30万なり50万なり80万100万って価格がつくんじゃないかなと思うんですよ。こういうふうに、人間ってのは十人十色の付加価値ってのがあるんですよ。付加価値がない人もいますし、付加価値がマイナスになる人もいるんですよ。あいつが言うんだったらもう買わないみたいなね、泉さんがなんか紹介してる、買わないみたいなね。人間にマイナス付加価値もあるんですよ。でも、プラス付加価値だってあるんですよ。で、プラスの付加価値をつけるためにどうすればいいかっていうと、もうね、誰も追いつけないぐらいの継続アウトプットだと思うんですよね。それは私や吉谷さんがやってることです。もう誰も追いつけないことをやってるから、ついてくる人がいるんですよ。そういうことだと思うんですけどね。いってらっしゃい。